ての台は取れるんでしょうか。信じられない。ねえ、座れないじゃん。あー、やべ、困った。どうしよう。じゃあ今日は勝負しに行きたいと思います。あの、前日の最終が567回、あの一番回ってるのがこの台だったんで、これに決めました。皆さん、おはようございます。 DMM パチタウンの薩摩おごじょ、あなたと私でユーミーユーミーです。さあ、今回も百戦錬磨ということでやってまいりました。百戦錬磨はですね、もうご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、己のパフォーマンスを最大限に発揮せよという番組になっております。今回実践させていただくホールさんは静岡県にありますコンコルド追事東店にやってきました。私ですね、今日はやる気満々なんですよ。初の試みということで、なんと凱旋を押さえさせていただきました。もうね、今日はゴッドを引いてやるぞという気持ちで頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞご視聴よろしくお願いします。神になるぞ。頑張りたいと思います。ゴッド引くぞ。まあ今日ね、朝いつも通りリベンジってことで番長3行きたいなとか、リゼロもいいかなとか思ってたんですけど、お客さん多すぎてもう行ったら空いてなかったです。天井行っても雪強にって思いながら頑張ろう。
金目が入りました。見返してみて下ネタだよっていうのも来てて、はあみ
けども、投げキッスの効果ですよ。おお、やったね。またかーがーん、めちゃくちゃレギュラーより。イエーイ。めっちゃなんか時差あった気がしたけど、イエーイ、やりました。45回転早い。今ジャグレン中です。おー、来たー、ペコー。レギュラーボーナー、まだジャグ練習です。82回転。
ボケーとしててドキッてしちゃった。ビク、なんで。なくなっちゃった。なくなったので終わりたいと思います。終了。さあ、実践終了しました。まあもう見てくれてた方は分かると思いますが、回収がゼロだったので収支はマイナス28本でした。まあでもいつもよりは軽症なんじゃないかなと思います。なんか今日はね、本当に朝の並びからお客さんがすっごい多くて、で狙い台の番長3も取れなかったし、リゼロのコーナーも見たけどもう埋まってたし、なんでまあ初の試みということでミリオンゴッド神々の凱旋打ったんですけど、まあゴッドは引けず。まあリセット狙いだったんですけど、まあ、天井も行かなかったので続くっていうのもなく、最大2連でしたかね、な感じだったんで、なんかなんて言うんだろう、とろーっと遊んだような感じになっちゃいました。でもまあ楽しかったから今日は OK かなということで、またですね、百戦錬磨あった時は、まあ、今日初めて収録で凱旋とか打ったんですけど、まあ、こういう新しいのもいいかなというので、なんかどんどん新しいのにも挑戦していけたらなと思うので、ぜひ今後もチェックしていただけたらと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。